はい、どうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は簡単なチェインの稼ぎ方5選ご紹介していきたいと思います。ダークビジョンズやビジョンズワールドでも超重要だし、降臨とか高難易度行く際にも欠かせないチェインっていうのを、簡単につなげる方法5選ご紹介していこうと思います。まず1個目なんだけど、これもうね、複数個取っといてほしいんだけど、セレチケで取れる大召喚師ブラスカのトラストマスター、青の波動、これね、チェイングループ16がトリプルで使えるのと同じアビリティになっていて、本当に便利。水属性っていう固定ではあるんだけど、超便利だから、もう複数個本当に取っといてほしいトラマスかなと思います。僕は今ね、4個獲得してるんですけど、いや困ることは本当にないので、もうあるに越したことはないので、余裕があったらぜひ複数個取っておいてほしいなと思います。これを装備するだけで、今エアリスとロカに装備してるんですけど、青の波動をチェインするだけで、27ヒットと同じなので、かける2で54マイナス1の53ヒットを簡単に稼ぐことができてしまいます。超便利なアビリティなので、本当に取っといてほしい1個かなと思いました。続いて2つ目は、戦うの効果が変化してチェイングループ16に変わっているキャラクターをうまく活用する方法なんだけど、例えばノクティス王子やアーデンなんかは、こうね、戦うの効果が変化して、戦うの効果が容赦しねえぞ、敵一体にヒット9のチェイングループ16のアビリティに変わると。これはね、服を装備時でキャラクターによってこういうね、規制があったりとかするから、ちょっとその辺は要確認してほしいんだけど、武器はね、二刀流にして戦うを2回使うことによって、合計戦うが4回発動するような形になってます。だからノックと単体で36ヒット、 9×4 の36ヒットを編み出すことができます。これを同じく相方のアーデンにも同じようなことをしてあげると、服装備時二刀流の先行のスカーフで戦うが2回になると、何ヒット稼げるかというと、36足す36マイナス1なので71ヒットを簡単に稼ぐことができますと。だからあとはもう残り30ヒットを、本当青の波動とかでもいいし、何かで稼げれば簡単に100チェインを達成できるっていうような形になってますので、このね、戦うの効果が変化するキャラクターは今数多く存在するので、ぜひね、二刀流にして先行のスカーフとか、戦うが2回になる効果のものをつけて二刀流で使っていただければ、こういう風に簡単にチェインが稼げますので、ぜひ覚えておいてください。はい、じゃあ続いて3つ目ご紹介していきましょう。3つ目はですね、4連黒魔法になっております。まず、よくみんなが連れていくエアリスなんかは4回アビリティが使えて、なおかつチェイングループ4のバニッシュガが4回使えるような形になっていますと。ただロカちゃんなんかは、チェイングループ4のアビリティは所持していますが、トリプルでしか使えないので1ヒット足りないんですね。そういった時に、1アビリティ足りない時に、装備でね、このエリニエスリング、降臨の、新降臨かのエリニエスの簡単な方を攻略すると獲得できるアビリティで、4回黒魔法を使えるようになる。これめちゃくちゃ便利だから覚えておいてほしいんだけど、これも、同じで、エアリスで例えば4回行動のバニッシュが4回選択してあげて、で、ロカ、4連黒魔法を使ってブリザがチェインしてあげると、8ヒットをかける4の32×2マイナス1なので、63ヒットを簡単にチェインさせることができるようになってますというアビリティというか、アクセサリーになってますので、もう本当にね、超重要なので、このエリニエスリングも、1個しかね、獲得はできませんけども、忘れずに獲得することをおすすめします。そしてうまく、ぜひね、使いこなしていただければと思います。はい、じゃあ続いて4つ目ご紹介していきましょう。4つ目はですね、二刀流のキャラクターに、リヴァイアさん、そして黒竜を装備させた、チェイングループ13の超激水流チェインと呼ばれるものです。グループ13で12ヒットある敵全体のアビリティなんだけど、これはリヴァイアさんが覚えるアビリティ、そして、黒竜も同じく対になる呪縛の水流っていうのをチェイングループ13で覚えるという形になってます。これ武器一つだと1アビリティしか発動しないので、ヒットは23で止まってしまうんですが、二刀流のキャラクターがこのアビリティを使うことによって2回今ね、波が下から2回出てきたと思うんだけど、2回発動するので、合計48マイナス1の47ヒットするような形になっておりますと。だから超激水流使う際は二刀流のキャラクターで使うと通常のね、倍発動するような形になってますので、これもぜひ覚えておいていただければなと思います。
はい、じゃあ最後はレギスやバッツ、そしてフィナリドが覚えるチェイングループ6のチェインアビリティを付与するものだね。基本的にはウォータースプラッシュや風の目覚め、こういったルーセントクレイブなんかがそれに当てはまると。まあ、チェイングループ6で30ヒットあるものを、まあ、2人でチェインさせて簡単にねチェインを稼いでいくっていう方法、59ヒットマックスするような形になってます。でこれね、武器の数を今ロカとエアリスは1個に固定してあります。でアーデンとノクトは武器の数2つに固定してありますので、この2人でも試していきたいと思います。試すとルーセントクレイブは二刀流だと非常につながりにくいというか、このチェイングループ6のヒット30持ちは二刀流だとすごいチェインがしにくいアビリティになってますので、そこだけね注意が必要になってきます。でもちろん同じなんだけど、じゃあ今度は逆に、まあ、逆にというか、あのチェイングループ6のアビリティをもう一回ちょっとみんなに巻いていって、武器一つのキャラクターと武器二刀流のキャラクターだとどうつながりにくいのか、つながるのかっていうのも合わせて検証していくんだけど、こういう風に同時押しをするとやっぱりね二刀流のキャラクターがいるとこういう風にチェインがつながりにくくなりますので、チェイングループ6を使う際は武器の数は一つに合わせていただいた方がいいのかなと思いました。これがね今回ご紹介したかったチェインの簡単な稼ぎ方5選となってますので、まあ、強敵に挑む際、そして、まあ、ダークビジョンズやビジョンズワールドでチェインを稼ぐ際にぜひ参考にしていただければなと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それではさよなら。